こんにちは、バッテン少女隊です。はい、ホークスと読書は大好き、風紀委員の星野空です。はい、空手は黒帯、喋りは白帯、MC 担当上田理子です。はい、九州食文化愛好会会長佐田さくらです。はい、成功するまで実家に帰りません、広報担当春野金野です。はい、お芋を訪ねて三千里、ダンスリーダーの木山舞です。よろしくお願いします。さあ、早速今回の企画ですが、濁点禁止ゲーム。濁点ってわかる？ガリグリゴとか、うん、パピプペポとか、うん、まあ全部ダメです。濁点少女隊も、だからそれだと少女隊みたいな感じで会話をしながら濁点をつけちゃうとポイントが加算されていきます。最後にはね、何かが待っているかもしれない話す内容なんですが、こんな YouTube 企画がやりたいとか、家でカメラ回してって言われた時に何をしたり喋ったりするのかみたいなのを、こんなのしたいなっていうのを濁点、点々と丸が禁止で喋っていきたいと思います。で、誰かが気づいたらアウト、はい、で、仕切り直した時にアクションっていきたいと思います。よーい、スタート。YouTube 始めましたね。最近ですね。今までもいろんな企画に挑戦してきたと思うんですよ。おー、はい、おー、あっ、あっ、言ってしまいました。なんて言った？よーい、アクション。メイヤするの好きやけん、うん、お家で百均のコスメを買ってフルメイクしたひ、したひ、したひ。よーい、アクション。いいといいと、おいも食べたい、おいも大好き、皮まで食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう、皮好き、丸丸こと、そう、この端っこから端っこまで。やばい、アクション。最近読んだ本とか、うん、紹介したりしてみたい、うん、特書、特書、特書してみる、よく読む。アウト。今テレビで文学やろ。そうそうそう、文学で。よかったね、ガンマで言われて文で渡ってからね。よーい、アクション。アイス、アイス好きだから、食べたりアイスしたりしたい。何足が、足が見たのにね。よーい、アクション。何足か好き、熱くなってくるとフルーツとか、ここから抹茶を好き。うん、あ、ついてまおるけど一息吸い、アウトですね。でも、でもよーい、アクション。私はお笑い好きなので、見たい、見たい、おすすめ、ああ紹介、私と同じ、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 私に辺境、もっと、あ、昔のことも知りたい。お笑いで、お笑い、あー、世代、あ、あはい、ということで濁点禁止ゲームをやってきましたが、はい、濁点はですね、1回、5回、1回、1回、5回え、嘘、5、1回だけ、え、本当に、ね、罰ゲーム、はい、一応用意してあるの、そう、2人で用意あるんですね。はい、じゃあ罰ゲームを、はい、はい、考えました。そら、さくら、そして私の3人で考えました。今考えてました、はい、私たちとしてはもう見たい、うん、そう、見たい、楽しみ、怖いな、うん、だけど、まあ、多分言ってる本人はすごく、うん、恥ずかしい、そう、自分なら絶対言いたくない、言いたくない、マジか、言いました。2人で言うと、いや、違う、1人ずつですよ、めちゃめちゃあるんよ、考えました。ということで、じゃあ博多弁で胸キュンな言葉を、うん、じゃあ、あゆちゃんのはこれです。自分で言うと、そう、自分のこと、ちょっと待って、そこからか。次は、リコのこちらです。ウェイ、待って、無理なんだけど、待って、やばいやろ。よーい、アクション。あいちゃん
お芋と同じくらいあなたのこと好いたわと。やだよ。よーいアクション。なんで他の子見るとリコちゃんだけを見てほしいじゃん。ね、マジでやばいでしょ。こんな振り方せんなやけど。ブンブンとか言う人笑って。かわいい、かわいい、かわいい。まあ、ということで濁点禁止ゲームをしたらこんな結果になりましたね。なりましたね。やっぱりね、年を取るにつれてね、濁点とか結構知ってくるんで。そういうこと。触れてる歴が長いので。だからか、なんか結構馴染みあるというか親しみ感があるから、常にね、そうそう、使いを振って、まあ親友的な感じよ。ペットもあると、うん、そう、うん、めっちゃ友達やで、そう、もなれるかな。うん、多分今後やったらみんな前よりは使うようになると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。以上、バラテンションしたいでした。バイバイ。